静岡県田形郡の範囲田形郡は、静岡県の郡。人口36,629人、面積6 5 1 6キロ平方メートル、人口密度562人、平平方メートル、以下の一町を含む。古代の郡域は西岸を除く伊豆半島北部で、現在の沼津市、西浦江里から内浦住寺まで、三島市、熱海市、伊東市、 旧都今町を除く伊豆市で囲まれる領域だと考えられる。和名章には、新居、小川、直美、スケバー、鏡造り、茨城、江馬、八区に、狩野、天野、吉祥、雄弁、久しねの13郷があり、これらは以下の通り現在の地名に否定されている。伊豆国府と田形群河は、三島市に所在したと考えられている。近世になって、伊豆半島東岸は、 鴨モ軍に移され、また西部からは君沢軍が分けられたため、1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、現在の行政区画ではおおむね以下の区域にあたる。田形軍の所見は、天平11年、伊豆国国税庁に見られる、田形軍提唱税国。江戸時代には、二良山大干書支配の幕府領になっていたが、その下に、 組という行政単位が置かれ、それらを、大名主が統括した。元六十一年の地方直し以後、旗本領、半領に細分化された結果、組機構は境外化の一途をたどった。元六年間に、田形軍から君沢軍が分離する。1、大島村に、小室村3、下大見村4、中大見村5、 上大見村6、宇佐見村7、伊藤村8、あじ村9、多賀村10、あ町31、一、神波村32、二二来山村村33、田中村34、北狩の村35、下狩の村36、中狩の村37、上狩の村41、三島町42、金、 田村43、北上村44、中郷村45、川西村46、江間村47、内浦村48、西野浦村49、朱善寺村50、戸田村51、戸井村52、西豆村。ありがとうございます。